松浦武四郎の歴史小説の出版を記念して、6月17日、松浦武四郎誕生地でイベントが開かれ、蕎麦打ちの実演と蕎麦の振る舞いが行われました。このイベントは、6月8日に発売された歴史小説、ガイナモン松浦武四郎一代の出版を記念して、松浦武四郎誕生地保存会の主催で行われました。小説は去年の3月から1年間、小学館の月刊誌キララに連載された小説がまとめられたものです。アイヌ民族との交流や古物収集家としての武四郎の人となりを逸話を紹介しながら描かれています。作者の川地若さんは挨拶で、地域の人たちが武四郎を大切に思っていることが分かった、近所のおじいさんの思い出話を楽しむような作品にしましたと話しました。小説を受け取った竹上市長は、今まで武四郎をドラマ化する小説がなかったのでとても嬉しい、これからも武四郎を PR していきたいと感謝を伝えました。イベントでは東京の老舗駒形土城6代目の越後屋助七こと渡辺孝之さんによる蕎麦打ちの実演が行われました。また松浦武四郎誕生地にあるかまどで初めて炭を起こし火入れをしました。はい、かまどで沸かしたお湯でそばを作り、来場した150人の人に振る舞われました。コシがあってですね、とっても美味しかったと思います。平べったいのな、まず形が、ね、普通のはちょっともうちょっと丸い、ね、こんな平べったくない、綺麗に切ってあります。思った以上に賑やかというか、たくさんの方にお集まりいただいて、やっぱり竹島さんのことがすごく愛されてるというか、地元の方に大事にされてるんだなって思いました。こういう建物を作ったら、だいたい管理とかメンテナンスっていうのはね、役所任せの人が多いのに、ここは地域の方々がね、本当に自分の家みたいにやって大事にしてるっていうのをこの間から拝見して本当感動しました。